だろうこれ。なんか。さあ、ウェスカ、その箱。ウェスカ。おい、サボりがいる。トーテム壊してるやつがいる。マジで、ダメだわ、こいつらとゲームすると。あ、こいつらっていうか、こいつがいるから無理。こんな状況でサボってるやつ。第一村人を即やめるよ。誰がこんなサボってるやつのと、男のキャラね。マジでサボってるやつがいる。オーテム触ってるやついるんだぞ。サボりは他の女性2人のキャラ使ってる人は発電機回すじゃないですか。男のキャラ、発電機すら回さないんだよ。サボってるやつって。サボり封じなきゃいけないから、やるわ。こいつは絶対サボる。サボってるやつは勝負どこでやらない。頑張って発電機回してる人たちが不憫だ。ちゃんとやってる大人を、ちゃんとやらねえやつは一番許さねえから、俺。で戦ってる人が発電機回してるから狙われる。発電機回さないやつなんか狙われるわけないじゃん。これで狙われんの、ずる賢いやつ。サボリマンってほんとサボるから。サボリマンのせいで俺これやってるんだから、サボリマンを成敗しないと。喜んでやってるわけじゃない。サボリマンがいるからやってんだわ。全世界のサバイバーに伝えなきゃいけない。サボリマンいるだけで俺もやる気ないもん。まあ、そういうトーテムを壊すパークとかありますよ。ちなみに。起動してあげようか。俺が捕まるとやる気なくなるから、俺はなんとか。他の人の援護しないで。サボりが悪いんだよ。サボるから俺発電機回せねえんだよ。絶対サボらない人なら回せっつうの。サボりいたらなおさらだよな。はい、思ったら終わるわ。僕は捕まったらやる気なくなってくる癖があるから。ほら、みんなに言うよ。俺即やめしたら嫌でしょ、このゲーム勝てるんだぜ、まだ。おっ。しかしな、あっ、あっ、あっ。うわ、そっちかよ。めんどくせえな、まずよ。人を狙ってんじゃねえよ、まずよ。ここにムカつくよな。俺を狙ってんじゃねえよ。地下とかやってんじゃねえよ。ほんと腹立ってくるわ。
こいつらどうせやってんだろうよ、回復するとかよ。ほんとついてくるよな。救助も来ねえし、サボり待って救助も来ねえし、発電機だけ触ってるしよ。ねえだろうよ、誰一人来ねえって。まずよ、むかついてくるわ。誰も来ねえってあるか、発電機とかよ。誰も回さねえってあんのかよ。ねえだろ、まずよ、救助来ねえってよ。マジでムカつくわ、この3人よ。誰も来ねえってあんのか、まずよ。マジで呆れるわ、こいつらよ。誰も来ねえってあるか、まずよ。もう、とんでもねえわ、こいつらよ。マジでムカつくわ。本当ムカつくわ。誰も来ねえんだからもう。だから終わりじゃねえかよ、もう。誰も来ねえだろ、こいつら。あ、全員が回してるやつどこいんだよ、まず。俺がこの状態で発電機回すやついんの知らねえわ、これ。俺だけ発電機意識高いんだよ。これしかいけないだろ、普通に考えて。何言ってる、この人。もうこれ無理よ、こんな発電機回してく、まあ、恐ろしいもん、もう。一回捕まったら地獄行きよ、これ。助けてくれないんだもん。なんかある可能性があるから、ダルシルとかある可能性はゼロではない。あげえよ、よし。おい、いやでもあのせい、あっちょ、あっ、どこだよ、まずと。待てってかも。ダメだから、サルの位置だったら行きなさい。やばいやばい、はい、でもね、待ってんだろ、よし、さらにちょっとだけ回したけど、はい、マイクショー。
危ない危ない。これがヒロちゃん、やっちゃいます。よし、発電機はちょっとしか下がらない。そして5代目の発電機にどうせ来るだろうから、私は逃げるっていう。で、小技満載。でも安全対策バッチリ。だって捕まった場合に救助に来る率先した動きがないんだもん、この3人組。チキンプレイになるに決まってんじゃん。リスクでかいもん。捕まんなかった。発電機回しちゃうもん、こいつら3人。救助来るってよりも発電機触るんだよ。うん、無理。捕まった場合に困るもん。捕まったら見捨てられる可能性まであるからね。終末期ってやつじゃない？違う？アスケートがあくまでで、空いた後も。まあ、あんま使う人いねえけど、ベスカーだから使ってんだろうな。ベスカーのパークだし。危ねえ。危ねえ、勝ててよかった。まあでも丸く収まってよかったね。まあ俺もなんだかんだ言って1万5000点取ってるから、真面目にやってる人が2万点ぐらいなのに、ほとんど真面目にやってない人が、終末期ってああいうパークなんだ。なんかベスカーであるなぁと思ったけど、いまいちピンとこなかったけど、あ、終末期ってああいうなんだ。衰弱になるんだ。ゲート開くまでなんだ。で、開いた後も35秒間なんだ。